今日は彼女の誕生日。今年は変わったものをプレゼントしようと考えています。線香を10本ほど集めて束ねます。折り紙を用意します。今回は誕生日プレゼントとして渡すので、バラの花を折ります。完成したフラワーペーパーを線香の先につけます。これで線香の花の完成です。誕生日おめでとう。え、嬉しい。ありがとう。線香の花初めて見た。今回使うのは朝の線香と子熊の香立てです。起きたら早速モーニング線香を焚いていきます。朝は眠気を覚ますために爽快でフレッシュなローズマリーの香りを選びました。次は一葉の線香とカラーリリーの香立てを使います。掃除終わりの線香を焚いていきます。消臭効果があるので竹炭の香りを選びました。集中したい時はミントスモークレスの線香と付属の香立てを使います。この線香はミントの香りがするので、眠気、疲れをすっきりさせて集中力を維持したい時におすすめです。またこの線香は30分持つのでタイマー代わりとして選びました。一日の終わりには夜の線香とフィオの香立てを使います。ラベンダーの香りにはリラックス効果があり、心身ともにゆったりとした睡眠モードへと切り替えてくれます。精神的なストレスや不安で眠れない人にはぜひ試してほしいアイテムです。